どうもこんにちは、アースカイです。今回はアースカイの質問コーナー。ありがたいことにね、400件以上のコメントご質問をいただきまして、こちらにですね答えていこうと思います。じゃあやっていこう。誰？それは徳川家信ってこと？身長何センチですか？多分173か174、どっちでもいいです。何型？安産型？ YouTuber としての目標は？道を区画整理したい。収益は何に使っていますか？それで言うと、案件以外ではまだアーズカイ収益もらえてないので、まあ案件でもらったものは口座に貯金してある。特に俺お金使わないんでめったに。でね、来月の11月5日で僕誕生日を迎えて18歳になるので、その時にね、 YouTube の方は収益化しようと思います。そしたらなんか収益化した後の収益公開とかもやってみたいよね。好きな卵は？茶色いやつ。顔出しするつもりはありますか？大学生になってしばらく様子見たらすると思います。ただ気分屋なんで顔出しした後もこのアイコンで顔隠すとかは余裕であると思います。彼女できたら何したいですか？なんでいない前提で話してんのかよくわかんないんだけど、そういう先入観みたいなのあんまり良くないと思うけど、まあ別にいないからいいんだけど。彼女できたら何がしたいか？まあ、やっぱりあれだよね。あれしかないでしょ。揉むでしょ、普通に。揉みしだくでしょ。気持ち良くなるまで揉みまくりますよ。肩。コラボの予定はありますか？特にないです。そもそも、アーズカイは顔を隠してるから、コラボしたらお相手さんの編集がめちゃくちゃ大変になっちゃうんですよ。なんでそれも構わない、アーズカイとコラボしたいって方、もしいらっしゃったら、コラボしてください！お願い。アーズカイこれから伸びるから、コラボしといた方が絶対得だから。お願いします。連絡ください。DM 待ってます。誰も見てねえよ、アーズカイのチャンネルなんて。男子校で良かったなと思えた場面はありますか？まあ、やっぱ思いっきり顔を出せるのと、あとは、これはアーズカイ限定のことだけど、YouTube でね、たくさんの方に見てもらえるから良かったなと思います。Twitter やってないの？やってるよ！コメント欄と概要欄に Twitter とインスの URL 貼っとくんで、今すぐチェックしてください。毎回貼ってるけどね。てかもう一旦動画止めて、で、どっちもフォローしてからまた戻ってきて。はい、行ってらっしゃい。じゃあもう一旦ここでみんなが戻ってくるまで動画止まるから。ほら、見てないで、早く。コメント欄か概要欄から飛んで、フォロー すればまた動画始めるから。いいよ、見てないで。あ、じゃあもうフォローしてる人はごめんね、ちょっと待ってもらうことになるんだけど。でみんなが、ちょっと行ったら、行って、戻ってきたら、また始めるね。みんな行ったかな？そろそろ帰ってきた？もういい？フォローした？じゃあ行くよ、続き。続き行くね。俺のこと好きですか？ふん。そんなの決まってるじゃん。普段何を食べたら動画内の勢いが出るんですか？好きなゲームを教えてください。最近ウマ娘引退しちゃったからな。マイクラですかね、マイクラ。でも多分、スプラトゥーン買ったらスプラトゥーンになると思う。作ってみたい料理とかありますか？次はね、またこちらも、アーズカイの大好物、豚キムチ作ってみたいと思います。多分次作るなら豚キムチになるんじゃないかな。おっぱいは何カップですか？ジャパンカップ。来世は女子と男子どちらになりたいですか？ウマ娘。学生時代で一番笑ったことは、現役で学生だし、多すぎて一番は決められないんですけど、印象に残ってる出来事で言えば、中3の時に2時間くらい他のクラスのやつがロッカーに閉じ込められてたんですよ。たまに掃除ロッカーからガンって聞こえるためにみんなこう笑いこらえてたから、あれは普通にめちゃくちゃ面白かったの。男子校で出会いありますか？ないからみんな困ってんだよ。チャンネル登録者数の目標は、今年中の目標はですね、5万人です。もともと3万人だったんですけど、それはもう越したんで5万人目標に今頑張ってます。1本の動画、ショーツの制作時間は、撮影編集含めると大体1時間くらいです。でも台本も含めてまあ1時間から1時間半くらいかな。女子校に放り込めたら何をしますか？揉みまくるよ。360度揉みまくる。肩を。YouTube で活動しようと思ったきっかけは何ですか？もともとアーズカイがこの動画を撮るのがね、好きだったからですね。今年のね、1月1日から始めたんですよ。この活動。最初はね、YouTube の方が全くうまくいかなかったから TikTok メインで活動してたんですよ。で、先月の9月終わり頃にチャンネル登録者数が1000人を超えて、超えた途端にショーツが爆伸びして、ミリオンも何度か出して、1月経たない間に3万人というね、登録者数になったんですね。
しかも面白いのがショーツ急に出し始めた理由が受験のせいで通常動画作るのが間に合わないからっていう、その場しのぎで TikTok に上げてたやつを使い回したらそっちの方が伸びちゃったっていうオチですね。人生何があるかわからんね。チンポコどっこいしょ。はい、チンポコどっこいしょ。好きな曲何ですか？いろいろありすぎて選べないけど、ラナとオブソリュードとキャットウォークとトスリーマのたたり。男子校に進学して毎日殴られてます、助けて。じゃれてるとかではなく、ガチで殴られてるなら、教育機関とかに報告した方がいいですよ。家族に YouTuber してることはバレてるのですか？バレてますね。名前は言ってないけど。こんなん見せれるわけないやん。母親に。どうしたらアーズカイに会えますか？そろそろこの水色のパーカーを着て外に出てもいい頃合いの季節にはなってきたんで。もしね、このパーカーを着て出歩いてる高校生、男子校っぽい顔をしてるやつがいたら、まあ、一か八かで声かけてみてください。で、外を歩いてるとき、俺絶対 AirPods Pro してるんですよ。だからもう、それで多分確定じゃないかなと思います。おっぺーとケツどっち派ですか？私は太もも派。アーズカイも足フェチなんで足ですね。使ってるシャンプーは、ファンテーンのシャンプーとリンス使ってます。視聴者の男女比。はい、こんな感じ。まあ、予想通り男が多いですね。好きな自転車の部位は何ですか？左ペダル。女子校通ってるんですが、偏見ありますか？アーズカイが実際この前、女子校行ってきて思ったことだけど、超うるさい。アポカリプティックサウンドかと思った。友達を家に呼んでパーティーしたことある？うち犬小屋みたいなマンションなんで、とてもじゃないけど呼べない。自己肯定感を上げる方法、 SNS で活動すれば自然と上がっていくと思いますよ。好きな YouTuber は、せーの、ニクチャモー。これ結構恥ずかしいな。男女の友情は成立すると思いますか？俺に聞かないでよ、ハグ組んだことないんだから。あと多分しないよ。嫌いな食べ物とかってありますか？千切りキャベツがめっちゃ苦手で、前にね、メイちゃんの武道館の代わりに名もなしさとカツカレー屋さんに入ったんすよ。そん時に出てくるカツカレーにはその千切りキャベツがついてるらしくて、そのメニュー見る限り。俺もうそれがどうしても嫌で、わざわざ店員さんにね、お金そのままでいいんで、千切りキャベツ抜いてくださいって言ってね、抜いて出してもらった。めちゃくちゃ嫌いで、そのレベルで嫌い。恥ずかしくて俺だってしたくないよ、そんなこと。男子校なのに彼女ができてしまいました。どうすればいいですか？崖から飛び降りればいいと思いますよ。私の好きな人が男子校なんですけど、インスタやってない &LINE 放置しがちな人で、もう3日も放置されてて話したいのに話せないです。この前も1週間放置されてて、オイライン仕方なくしてやっと既読ついてくれました。どうすればいいでしょうか？嫌われてんじゃないの？嘘。男子校ってスポーツ校が多いじゃないですか。だから、こう、部活にね、集中したいんじゃないですかね。それとね、あと何かと、男同士の友情をですね、なんか大切にしがちなんで、まあ、多分後回しになっちゃってるんじゃないかなと思います。はい。男子高生にとって女性とのつながりっていうのはすっごい大切なものなんで、ないがしろにされてるってことはないんじゃないかなって思うんですけど、どうしても後回しにしてほしくないなら、告白して付き合っちゃえばいいと思います。そうすればね、後回しになんてできるはずがないんで、外堀から埋めていきましょう。プラス3は買う予定ありますか？今年中には買うと思います。さすがに。アシカンかアッコさんならどちらを選びますか？どういう二択？もっと絶妙なの攻めてこいよ。アッコさん。ハート。イエーイ！名前の由来。本名がアズマカイトなんで、アズマのアズを伸ばしてアーズにしたのと、あとカイトのカイでアーズカイです。まあ、全部嘘なんですけど。インスタの質問はこんな感じかな。それじゃあ次は YouTube 行ってみよう。ここで改めてアーズカイさんの自己紹介を。今年の11月5日で18歳になる現役男子校在住 YouTuber アーズカイです。趣味は一人カラオケ、好きな食べ物はカレー、口癖はジュゲムジュゲム、五行のすり切り、会社で水魚の水魚。将来の夢は大金持ちになるか、金持ちの可愛い女の子に監禁されること。こんな感じかな。なんで共学じゃなくて男子校にしたのか。僕ね、恥ずかしい話、小学生のね、頃通ってたアカデミーみたいなところで、上級生の子にね、いじめられてたんですよ。で、それを親に言ったら、このまま地元の中学行っても、そいつにまたいじめられるから受験しようってことになったんですね。それで、小4かなくらいから、ちゃんとした塾に通い始めて、まあ、そこでもいじめられるんですけど、しかもね、その時にいじめてきた子が、女の子だったんですよ。それが原因かな。今思えばね、別にただちょっかいかけられてただけって感じなんですけどね。なんかシャーペンでつつかれてたんですよ。芯出した状態で。すっごい痛かったのね、俺。すっごいストレスでめちゃくちゃ嫌で、やめろって言ってもやめなかったから、まあ、ちゃんと先生に言いつけてね。それからはなくなったけど。もう、散々だってなったからね。
男子校の方が絶対いいと思って、ちょっと後悔してる。共学じゃなくて男子校で良かったって思ったことと、共学に行けば良かったなと思うこと。またね、これもさっきも言った通り、預かり限定の話ですけど、まあ、YouTube で成功したってことはまだあれだけど、まあ、だんだんね、YouTube の調子が上がってきたことと、あとはとにかくね、面白いことがすっごい頻度で起こるの。まあ、超楽しいですね。絶対に爆笑できるんだから。で、共学行けばよかったって思うことは、電車内でさ、隣同士で制服着た男女が座って一つのスマホを見てね、二人で話し合ってるところとか見ると、めちゃくちゃ羨ましいなと思います。すべてを破壊したくなるもんね。アーズ会の部活、中学の時はパソコン部入ってました。パソコン部の部室ってさ、パソコン室じゃないですか。でね、活動中に先生がパソコン室入ってこないんですよ。だからその先生兼部してたのかな。だからそっちのもう一つの部活の方行って誰も入ってこないのね。だからもうそのパソコン室でキャスター付きの椅子で遊びまくったり、パソコンで YouTube 見たりね、ゲームしたりスマホいじったりしてましたね。で、高校からは帰宅部。今後することだったりしたいことってありますか？今ね、アーズ会は実家で暮らしてるんで、動画の撮影する時間もできる内容もめちゃくちゃ限られてるんですよ。なんで、いつでも撮影できる環境が欲しいってことで、引っ越ししたいです。好きなポケモンは何ですか？やったことがなかったら新作出るんでやってください。カスガ。カスガ？カスガ。ポケットモンスター Y やってましたね。イベルタルだっけ？で、好きなポケモンは、アチャモと月光河です。男子校の彼氏を作っても大丈夫かどうか。絶対に浮気することはないけど、代わりに夜の情報とかが顔も知らない男どもに漏洩される可能性はある。それが嫌だったら、ちょっとやめといた方がいい。青のパーカー選択してる？撮影するとき以外は全く使わないから、まあ、でも月に2、3回くらいはちゃんと選択してますよ。臭くないし。ラーメンかアラサーの美人 OL どっちが好き？無人島に持っていくならラーメン。それ以外は美人 OL。周りから怖がられてるタイプの人だとなおいい。あとちょっとメンヘラチックだとなおいい。あと男子校の人は女子校の人と交流が多いって本当ですか？どこ情報がわかんないけど多分嘘ですよ。人間として生きてて恥ずかしくないんですか？何を勘違いしてるのか知らんけど、人間じゃなくて人間のふりをしてる男子校生息の生物な。二度と間違えるね、人間風情が。琴音って名前呼んでください、切実。まさみ。休日女子と遊びに行きまくって、女子校の文化祭にも行きまくって、さらにその上でプリクルを取らない狡猾さがあって、ピアノを耳コピできる上にテニス部のやつが男子校にいる事実についてどう思いますか？さっき男子校だけど彼女できたとか言ってたやつと一緒にガキに突き落とせばいいと思うけど、どう思うことね。スプラトゥーンの押し吹き知りたい。昔ちょっとだけスプラトゥーンの2の方やってたんですけど、その時愛用してたのはボールドマーカーですね。あの連射速度とキル速が半端なく気持ちよくて、毎回前線突っ込んで暴れてました。参考にしてる YouTuber、 アズカイはもう結構完全オリジナルな感じだから、特に誰かを参考にしてるとかはなかったんですよ、今まではね。ただ最近めっちゃこの編集面で学んでる方がいて、その方がシノンさんって言うんですけど、どんな動画を上げてる方かというと、ホロライブの切り抜きを上げてる方なんですよ。一見ね、そんな全然ベクトル違う人も何を参考にするのかっていうと、もう全てだよね。テロップの動かし方だったり、 BGM とかフォントの使い分けとか、エフェクトの活かし方も全てがアーズ会の理想系ですね。あれはもうすごい、本当に編集が上手いって思った。まあ、パソコン編集だからアーズ会にできないこともいっぱいあるんで、アーズ会もまだまだだなって感じですけど、パソコン買ったらもうさらに学びを深めたいなと思ってます。こんなもんかな。めっちゃ答えた気がするわ。まあ、当然ね、自分の答えてもらってないっていうのもあると思いますが、また次回機会があればその時またコメントしてください。それでは今回はね、ここら辺で終わりにしようと思います。改めてになりますが、インスタのフォロー、ツイッターのフォロー、本当にお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら。